はい、皆さんこんばんは。酒好き直りの飲酒動画、始めていきたいと思います。今回は、前回飲んだチューハイの、神戸居留地の糖質ゼロのコーラです。アルコール度数 5%、あ、低いですね。さっきの 7%、レモンが 7% でした。はい。こちらも糖類ゼロということで、ですが、甘味料が入っているという感じですね。値段が確か90円か、そんぐらいです。はい。でですね。前回、途中だったんで、ドリームジャンボ宝くじの話をしましたが、こちらですね。うん。まあ、俺が買おうかな、ということで、言ってたんですけど。まあ、そんなのはまあ、個人的な話なんでどうでもいいとして。問題は、あれですよ。スキヤですよ。スキヤのあの問題です。雑巾が入ってたり。あれが個人的に何も、スキヤの、あれが、本当にあったことなのかっていうのがよくわかってないんですけど、まだニュースには出てないですね。まあ、俺の中では多分これ嘘なんではないかと思ってはいるんですけど、ただし、まあ、嘘ではないかと、ただ単に俺が思ってるだけなんで。うん。ですね。これについてはですね、結構もう有名なんですけど、ツイッターでそのクレームが、されたと。うん。そのツイッターをつぶえた人がこう言ってます。スキヤ買って、帰って食べてたらさ、そこからなんかクソでかい、布、布巾みたいなの出てきたと。いう感じの。で、さらに写真付きでね。うん。これから父親と共にスキヤの店にクレームを付けに行くと書いたと。なんでわざわざ父親と行くのかのよくわかんないんですけど、まあ。うん。まあ一人で行けよと。なんだこいつ、ファザコンかという感じなんですけど。まあ、そこら辺はまあいいでしょう。ユーザーのツイッターが炎上したと。うん。これに関してなんですけど、もう明らかにもう、なんか、若干紫っぽい色の、小豆色のなんか雑巾が入ってるんですけど。うん。で、ネット上では、スキヤのアルバイトしたという人から混入していたのは、店舗で使われているダスターという名前の布巾ではないかとの声が上がったと。で、奈良県の、医療政策部や奈良市保健所では、取材に対し何の連絡や苦情も入っていないと答えた。まあ、ということで、スキヤの話になりますが、ちなみにスキヤは、俺一番、嫌いです。牛丼屋の3つの店舗。まあ、いわゆる。松屋と、吉野家とスキヤ。まあ、主にこの3店舗ありますけど。スキヤ一番、嫌いな部類の。店舗ですね。うん。いや、別に嫌いって言っても別に、うん。まあ、大してあんまりそこまでだなっていう感じではあるんですけど。別に嫌いっていうほど嫌いでもないんですけどね。うん。うん。
いや、むしろ、まあ、どうなんだろうな。まあ、少なくとも松屋が一番俺好きなんですよね。松屋。うん。だが、しかし、うちの近くは田舎なんで、まあ、はっきり言って松屋はないです。というか、すき家しかないですね。ぶっちゃけて言うと。うん。ね、関係ないんですけど、すき家も松屋も、いや、松屋は知らんけど、すき家と吉田に関しては、俺正直クレーム入れたいぐらいです。なんですよね。なぜかっていうと、こう、頼んだら、その、丼が来るじゃないですか。で、これ、丼を持ってこう食べるじゃないですか。ね、その時に、なぜか、なんか、その、タレがなんか、その丼についてるんですよね。それが腹立つ。なんか、それ最初好き屋であって、これ、どこでも、あれなんかなと思って。で、松屋に行ったんですよ、次。あ、違う、松屋だ、吉野家に行ったんです。そしたら、吉野家にもやっぱりついてて。うん。で、それを、拭こうとしたときに、結局、紙ナプキンしかないですね。紙のティッシュっていうか、ナプキンみたいなのしかないと。うん。個人的に雑巾茶は、濡れ布巾とか、そういうのが欲しいと。やっぱり。それは思いましたね。うん。ただ、うん。でも、すき家っていうのは、でも、すき家は2番目ぐらい好きかな。吉野家があんまり好きじゃないかな。個人的に。うん。うん。なんとなく。あんない。すき家はね、手をね、洗えるところがあるんですよ。店内に。入り口あたりにね。あるんですが。だから、まあ汚れてったら、その器が汚れてるんですよ、大体。だから、それをちょっと洗うのに、帰り際にね、洗えるんでいいんですけど、吉野家は全くないんで、トイレで洗うしかないですよね。うん。まあ、そこですね。結局。なんで汚れてるんですかね。それは不思議にならないんだけど、本当に、ちょっとマジでクレーム入れようかなと思ったんですけど。なんでなんですか？うん。ちょっとわかんないです。個人的に。すき家だけじゃなくて、吉野家にも入って、濡れてたんで、濡れてたっていうか汚れてたんですよ。まあ、それはよくわかんないと。で、関係ないんですけど、関係なくないのか。このコーラ味のチューハイは、うん。まあ、このレモン味のこれをか、まあ、美味しいですね。普通に。ただ、普通のコーラです。というか、ダイエットコークですね。ダイエットコーク。これ、ダイエットコークはあんま好きじゃないんで、まあ、糖質、糖類ゼロですからね。あんま好きじゃないです。まあ、こちら、すき家はですね、種類が豊富というのがありますね。うん。ギアは、うん、そこがいいとこなんです。メニューの種類が豊富と。で、吉野家に関しては、
まあ、うまさにこだわりがあるっていうことなんですけど、ぶっちゃけ実際に食ってみたら、すき家と大して変わんないです。てか、何ら変わんないです。うん。何ら変わんないです。普通の牛丼はね。まあ、それ以外のはあれかもしれないですけどね。うん。で、まあ、どちらにも、ある、カレーなんですけど、牛丼ではなく、ね、こちらがもうむしろ、牛丼よか、メインではないかと。思ってるぐらいなんです、僕は。カレーって基本的に、ほら、ココイチしかないでしょ。ココイチって高いんですよ。だいたい600円とかする。だがしかし、牛丼屋に行けば、吉野家でもすき家でも、絶対カレーがあるんです。ということは、カレーを食べたいときに、絶対こっちをね、使った方がいいです。100%。うん、で、個人的にカレーが美味しい牛丼屋っていうのは、やっぱすき家かなと。うん、まあ、ちなみに、ココイチのカレーはいくらぐらいするかと、言いますとですね。ココイチ食ったことない人は、まあ、いないんではないかと思うんですけど、一応、うん。ココイチってぶっちゃけね、大してかね、美味しくないですよ、ぶっちゃけた話。うん、ぶっちゃけ。ね。ぶっちゃけた話。そんな美味しくないっす。確か最低がね、最低価格で、いくらやったかな。ちょっと今ググりますね。ポークカレーっていうのが確か最低価格なんですけど、430円。はい。一部地域450円と書いてあります。これですね。甘口ポークカレーも同じ値段です。はい。では。まあ、ここいってはね。カレー専門店ですから、まあ、430円したと。まあ、いいです。うん。じゃあ。別にすき家のカレーはいくらかというと、並盛りが350円、ミニが270円ですね。大盛りが450円です。そしてメガが550円ですね。つまり、だいたい大盛りの450円のと大して変わんないわけですね。うん。それだったら俺量の方が、俺質より量派なんで、そっち買いますね。では、吉野家。吉野家に関しては、どうかというと。コクうまカレー、並盛りが330円。大盛りが430円。ですね。つまり、同じってことですね。同じじゃんわ。大盛りで430円ですから、大盛りで同じってことですね。ココイチとね。で、ちなみに、さらに、旨辛カレーというのがあって、それも同じ値段で売ってます。コク旨カレーと旨辛カレー。同じの売ってますね。で、まあ、あとはまあ、いろいろチーズカレーとか、牛チーズカレー、半熟卵カレー、牛カレー、半玉牛カレーとかって、いろいろありますけど。では、すき家じゃなくて、松屋か。松屋に関しては見てみましょう。うん。松屋はね、何を頼んでも
味噌汁がついてくるというのが、あの、安定のね、あの、いいところなんですけどね。はい、カレーライス、オリジナルスパイシーカレー、並盛りが350円、大盛りが450円と。まあ、すき家と同じ値段ですね。で、あとは、まあ、カレー牛とか、牛焼き肉カレーとか、カルビ焼き肉カレーとか、まあ、いろいろありますね。うん。つまり、総じて考えると、まあ、大盛りと、ココイチはやっぱり高いと。通常盛りで、まあ、ね。ってことですよ。大盛りで、こちらはね、やっぱり大盛りで、と大体値段として変わんないわけですね。ああ、松屋、すき家、吉野家、と大盛り、その大盛りと、まあ、値段が大体変わんないということです。つまりまあ、質より量の人は俺ですね。俺の中だと質より量なんです。食べ物って。そういう人はやっぱり、吉野家とか松屋とか、ね、すき家にカレーが食べたかったらそっちへ行った方が断然いいと、いうことになります。はい。俺の一番好きな松屋のね、メニューを紹介します。松屋はですね、一番、その3店舗中一番コストパフォーマンスがいいというか、コストがいい。断然安いということが、俺の、まあ量より、違う、質より量の俺としてはね。だからなんです。並盛りが280円。まあ、値段としては大して変わらないですね。ですが、特盛り。480円の特盛り。これを、量を換算するとやっぱり、結局カロリーですね。いかにカロリーが高いか。松屋の特盛りのカロリー。ここに書いてありますけど、サイトにね。1348キロカロリーと書いてあります。さらにプラス味噌汁のカロリーが入ってくるわけですね。うん、まあ味噌汁は全く関係ないと考えても、1348キロカロリーあるんです。480円の特盛りでね。はい。では比べてみましょう。すき家。すき家の特盛り。まあ、つまり、480円分の、すき家はあれだからな。メガとかあるからね。そこは考えないで、いきますが、480円分の、特盛りですね。見てみましょう。なんとですね、すき家、特盛り480円が、ここのサイトだと、944キロカロリーと書いてある。なんだってと。そんなバカな。松屋は1348キロカロリーで同じ値段で。そんだけ入ってると。しかもメガの610円に関しては、610円もするのに、1124キロカロリー。つまり松屋にかなってないんですね。おー、すごいでしょ。って思いません。同じ値段なのに、ちなみに、ね、300キロカロリーや400キロカロリーも違うと。どうなってるんだ、これは。特盛り、同じ特盛りで、しかも同じ値段で、400キロカロリーも違うんですよ。一体どうなってるんだと。では、吉野家。吉野家を見てみましょうか。
一番、品質にこだわってる。吉野家、見てみましょう。はい。吉野家さすがですね。高い。特盛が540円するんです。並盛が280円。特盛、大盛が440円。特盛が540円します。まあ一応、ね。まあ値段的にはちょっとあれなんですけど。じゃあ一番でかい特盛540円頼んだとしましょう。何カロリーかというと、1016キロカロリー。え？っていう感じですよね。やっぱりね、結局、540円払っておいて、1016キロカロリー。まあ、すき家と大して変わんないかな。感覚として。うん。うん。大して変わんないかなと。カロリー的にはね。あれ？と。すき家と品質大して変わんねえのかなと。吉野家って言ったらやっぱりほら。結局品質というか、ね。クオリティを大事にしてるわけだから。あれ、それなのに、そんなに変わんねえと。ね、なれます。まあ、でも、品質的にはやっぱり吉野家の方がいいんじゃないですかね。うん、まあ、わかんないですけどね。ぶっちゃけ食った感覚としては全く、俺的には全くわかんないです。吉野家とすき家に関してはまあ、どっちもどっちかなという感じなんですけどね。うん。ということは、つまり、コスパ的に考えると確実に松屋の牛飯の方が 100% いいということです。わかりましたか？皆さん。だがしかし、俺の近くには松屋はないです。なんかこんなこと言ってたらマジで松屋食いたくなっちゃう。マジ新潟駅の近くまで行って松屋やってこようかな、食ってこようかな。ちょマジ、松屋の店舗案内見てみよう。松屋大阪じゃねえ、新潟。新潟県の松屋。あれ？ちょっと待って。え？松屋って青森と秋田ねえの？あ、結構ないのあるな。新潟は？新潟ありますよね、さすがに。新潟市は、北区と中央区がありますね。北区ってどこだ？俺あんまり、新潟駅の近く行かねえからわかんねえ。どこらへんこれ。あれ？こんな近くにあったの？豊坂駅にあったの？嘘。豊坂店かよ。あ、やべえ、これ食いに行こう。松屋豊坂店にあった。マジ結構近いじゃん。あんだ。新潟駅まで行かないとないと思ってたわ。やべえ、今度食いに行きます。はい。ありがとうございます。マジで？豊坂にあんのかよ。なんだ、新潟豊坂店にあんのかよ。俺、新潟駅の近くまで行かないと、ないと思ってたわ、ずっと。なんだ、豊坂にあったんか。今度、松屋行ってくるわ。マジで。豊坂店行ってくる。ちなみに、俺の住んでるところは、さらにそれを豊坂よか、さらに、北西、じゃあ、北西じゃあ、北東か。間違えた。北東の柴田市というところですね。全く関係ないですけどね。だから、新潟遠いんですよ。
でも、豊坂店にあるんだったら、あ、やべ、行ってこよう。今度行ってこよう。はい。ということで。まあいいや。うん。まあいろいろね、酒と全く関係ない話を挟みましたけども、ちょっと今日はちょっとやりすぎたかなという感じはします。だが、カフェ。まあ、あれですね。これが俺クオリティということで。いいんじゃないでしょうか。うん、まあ別にね、ニコ生と違って、じゃあニコ生ちゃうわ。ニコニコ動画と違ってですね、四つ目の方は、非常に叩かれることがないので、むしろありがたい。コメントでね、めちゃくちゃ荒らされるんですよ。ほんとニコニコ動画は。うん、まあだから、まあぶっちゃけた話で、まあ大して怖くないかなと。んで、結局、自分はね、質より量な派なんで、松屋を選びましたが、量より質の人はやっぱり吉野家でしょうね。もう金があってちょっと、もう、金がありすぎてマジでもう、もうあれだわっていう人は、確定で吉野家でしょ。じゃあなんか、すき家だけはぶられてないかと、思う人はいると思うんです。だがしかし、すき家に関してはいいところはそれはあります。種類が豊富なところ。で、ファミリー向けですね。で、店内がやっぱり明るいところ。うん。他にはないです。やっぱり。あそこだけね、やっぱりね、明らかにね、店内が、なんか、すごい、女性とかも結構いるんですよ。吉野家で女性なんて見ないでしょ。男ばっかりでしょ。でも、すき家はやっぱり、断然、女の客層率が高い。ということはやっぱり、商法的にやっぱりね、うまいんですよ。だから個人的には勝つのは、この3店舗の中で勝つのは、すき家だと思ってます。間違いなく。で、潰れるのは吉野家だと思ってますね。これの中では。うん。だって、男と女がいる人間の中で、いかに女性を、いかに両方を取り入れるかっていうと、それにもうすでに成功してるのは、すき家の方なんですよ。ね。でしょ?ということは、まあ、松屋は、まあでも、どうなんだろうな。松屋と吉野家は大して変わんねえか。まあ女性の獲得率的な意味では、やはりすき家がダントツでいいんではないでしょうかね。俺前行った時だって、あれだぜ。母親と娘で来てた人いたよ。二人で。昼にね。あ、やっぱすげえなと。やっぱ入りやすい雰囲気なんですよね。間違いなく。
まあ、ちょっと本題に戻りますが、もう30分経っちゃったんで。チューハイのコーラ。こちらは、三つ星だな。いや、四つ星にしとこうか。やっぱ三つ星だな。それではご視聴ありがとうございました。